バレンタイン。私たちマジカルパンチラインです。秋口ゆなです。うさむさらです。山尾はるかです。まさたまきです。山本花です。本日はバレンタインデーということで、はい、バレンタインシミュレーション。バレンタイン、はい、今回はバレンタインの季節がやってきたということでですね、私たちマジカルパンチラインでいいバレンタインのシチュエーションを考えて、その考えたシチュエーションを一人のメンバーにやってもらうっていうのを全員分やっていきます。すごいカロリー高いんですけど、チョコレートだけに、チョコレートだけに。はい、うまいこと出たところで、どうやって順番決める？あみだくじしよう。じゃあ花作ってくれる？え、任せて。あみだくじ得意だから。最初にやっちゃった。最初にやっちゃったよね。じゃあ最後はやだな。じゃあ線みんなで1本ずつ書いてくれ。そうだ、2本ずつ書いていこうか。はい、それじゃあ、はい、まず山本から両方とやっていきたいと思います。わ、めっちゃいいじゃん。私は4番でーす。おー、じゃあ次うさみいきますよ。お願いします。あ、はい、うさみさん5番でーす。言ってるからだよ、1番と5番以外。そうじゃ毎回言うとなっちゃうから。マサタマキいきますよ。わ、マサタマキさんがやばい、どっちいっちゃうの。やばいやばいやばい、どっちかじゃん、どっちかじゃん。やばい、2番と。うわー、よかった。次は沖口ゆうなですね。はい、ゆうなに決まるということは、はるかも決まるということ。いきまーす、はい。やる人なので、お気口以外の4人に、ゆうなのバレンタインシミュレーション考えてもらいたいと思います。はい、どうぞ。まず、どういう設定にしたいの。確かに、大事だよね。なんかさ、前回さ、クリスマスの時ちょっと大人っぽいのやってもらってさ、うんうん、はいはいはい、前で、うん、だから子供っぽいのやってほしい。え、じゃあ幼稚園生の。幼稚園生の。あ、いいじゃん。トモチョコっていう雰囲気を出しつつ、本当は本命チョコバッタスみたいな。まあ、小学4年くらい4年くらいで、小4ね。最後にボソッとなんか本命だけどみたいな言ってほしい。あ、ツンデレ小学生ってこと、うん、なるほどね。場所、でもさ、ちょっと甘々なのみたいな。確かに、やっぱり甘々がいい。甘々みたいな。年齢は小4でいいの。年齢は小4でいいの。あ、本当に小4でいいの。やだ、頭ちゃん、やだ、頭ちゃん。あ、会社でもいいじゃん。あ、綺麗ね。確かに。しかもさ、ちょっとお酒とか入っちゃってる系のチョコ渡したい。ブランデーみたいな。相手は相手。相手は同期とか先輩後輩とか。え、社長。あ、社長。社長すげえ。なるほどね。え、社長でいいんじゃない。社長めっちゃいい。社長に。会社の会社の社長狙ってる時もすごいやばいよね。え、待って、どのぐらいの年の社長。若手社長。若手社長。若い若い。30代前半。あ、はいはい。場所は会社の社長室。社長室。なるほど。オッケーオッケー。じゃあそれで。で、こう書類とか渡すついで。あ、オッケーオッケー。なるほどね。固まってきたんです。あ、やばー。その方だから社長さんいるかもしれない。いらっしゃるかもしれないから。ここってね。僕のこと？じゃあそれでやってみましょうか。はい。で、社長役決めないと。そう。なんで、あれにしようか。自分の前の番号の人が、その相手の男性役する。そらちゃん。そらちゃん。社長役で。社長、社長役できないよ。これを、まあ、社長目線ということで、はい、カメラ持ってもらって、うん、でちゃんとあの答えてもらって、この掛け合いも必要なので。あら、あれなんか、いやこっちもね、あれこっちも聞いてる。アストラ君じゃない。アストラ君じゃない。おしゅう、そしたら社長っぽい、社長っぽい。じゃあ、いきますよ。ゆなちゃんが社長にチョコレートを渡す瞬間です。よーい。社長、失礼します。うえーい。社長、この前頼まれてこの書類まとめてきました。ありがとう。何の書類だっけ。何の書類だっけ。あ、新規事業開拓の あの、ああ、あれか、はい、豊洲にオフィスを建てる件の、ああ、トヨトヨプロジェクト、はい、はい、トヨトヨプロジェクトの件で、うん、ありがとう、ありがとう。まとめてきました。一枚取れなくない。あ、すいません、ちょっとコピーのとこに忘れちゃった。オッケーオッケーオッケー。お待たせしました。
ました。こちらの書類です。ありがとう。あとあのもう一つお渡ししたいものがあるんですけど、社長今お時間大丈夫ですか？あとちょっと会議だけど大丈夫だよ。ありがとうございます。もういつも本当に社長にはお世話になっててその気持ちといっては何なんですが、こちら本日バレンタインなのでチョコレートを手作りさせていただきました。手作りなのこれ、すごい。あ、間違えない。小虫で隠しちゃった顔。まあ仕事でお世話になってるんですけれども、またちょっと別の意味も入ってるので、よかったら今度一緒にご飯行ってください。失礼しました。かーわー、やべー、結構キュンキュンなんだけど。え、あの社長がポンコツ社長っぽい、ね、トヨタヨプロジェクトって何？結構チャラい ね。トヨタプロジェクト、トヨタプロジェクト、トヨタプロジェクト、会社の社長にさ、渡すのがさ、イメージできない。吉澤はるかでございます。吉澤はるかは、はるかのシチュエーションを考えましょう。何がいいかな。でもやっぱりさっきの小4とかはるかにやってほしいかも。やっぱりキーボーかぶってる小学生、キーボーわかる、黄色の帽子。あ、そうそう、黄色のこんなチューリップ帽子みたいなかぶってる。あ、幼稚園がいいかな。幼稚園にしよう。幼稚園でお母さんに連れられた公園で、あ、いい、ね、お母さんになんか行ってきなみたいな、はいはいはい、言われてる感じがいい。お母さん役も必要なんですよ。お母さんは分かってない。ちょっとお母さん役、お母さん役も声出演ね。でもちょっとあんまり手作りチョコとかできないから、市販の板チョコにちょっとあのあらしてるやつ、あらみたいな感じのやつを渡す。初めてのバレンタイン。ああ、いいな。やってみます。ちょっと難しくね。まあ、幼稚園の子の気持ちになってもらって。じゃあゆなちゃんも幼稚園児なわけ。そうだよ。あ、そうだ。そうだよ。そうだよ。おもろ。私じゃん、カメラ役の。じゃあカメラ役はゆなちゃんで。母役は見せていただいても本当で。準備はいいですか？はい。いきます。じゃあ、はるかちゃんのバレンタインシチュエーション。よーい、スタート。なんや、はるか。これ作った。え、なにこれ？これ作った。なにこれ？なにこれ？なのやつ？あ、今日バレンタインデー？え、ありがとう。チョコレート？そう、チョコ。ありがとう。嬉しい。これ食べて、俺が食べて。初めて作ったの。俺のために？そう、俺のために。俺のこと好きってこと？そうだよ。せーの、だーい。やべえ、最後。はい、ということで、はるかちゃんのバレンタインシチュエーションでしたけども、どうなの？わかんないんだけど。いや違う、まず違う。ゆうちゃん顔やばいんだよ。すごい顔、すげえ。新潟にいる人。あ、いいね。新潟の人。はい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 。
だけど、で上京してきて離れちゃった。2月のタイミングで帰省しました、久々に会いましたで、ね、行こうよ。これに行こう。うわやだいやいやだ、もっと細かくしていい。ここいいよいいよ。ここにだっけ、あこれこれ上京したの。したチョコなんだけど、つく、俺のために作ってくれたのか。そう、今日バレンタインデーだから。バレンタインだったな、そういえば今日は。あとは、同じクラスになれなくてなかなか話せなかったんだけど、おずっと隣のクラスで見てました。本当かよ、もう2年も前の話だよな。そのチョコその中に私の連絡先入ってるから。じゃあ今日のは、今日の、はい、今日のは違うってことか。ね、今後も仲良くしてくれたら嬉しいです。かわいいな。終了。やりかった。やだやだ。ちょっと、カメキ超いいのにさ、ね、男役が最悪だわこれ。この男役の方をさ楽しんじゃってる人もさ、悪いって言ってさ、自分の演技に夢中でちょっと考えない。いろいろ、そのなんか脚本家じゃん。今ね、
ね、いろいろ情報ありすぎて。パニックだね。だからもうなんかどこの大学通ってるとか、全部質問済み。はいはいはい。だからお出かけとかちゃんと行ったことないけど、うん、共有はしてる。ああ、ちゃんと情報ね。注文する前とかに、うん、お兄さん今日もありがとうございます。そうそうそう。今日いつものですよねみたいな。うん、ああいいね。それくらいの距離感。リアル。しっかりそのプライベートでは喋ってますね。そう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 。あ、いいねいいね。それで行きましょう。で、あのその男の子がお店閉店ですよみたいな時間まで飲んでて、あやったで何それ？ちょっと締め作業始まってますみたいな。普通に開店の時じゃないんだね。営業時間じゃないんだ。もうラストだもんね。最後を狙う。そう最後。でいつもその人は閉店ギリギリまでいるから周りに見られちゃうとね。そう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 。お会計の時。あれ？店長にはバレないように。そう、しかも連れもいるから、その二十歳の男の子は。あ、連れもなんて。お釣りが足すのにね。4人で来てる、4人で来てる。4人分のお会計をちゃんとあの席でまとめてからレジに来てくれる。あー、いい人だ。なるほどね。いい人ね。あ、逆に。だからもうその子以外はちょっと離れた、ね、そう扉のとこで待ってる。具体的だなー。結構。え、行こう。これ私うん。そうそうそう。連れ連れ連れ。あ、そうだね。連れとか言ってた。あ、4人だからちょっと。
ガトーショコラ、ガトーショコラ。え、しかもなんか水玉とかの100均の袋に入れて、そうそうそう、ちゃんとラッピングラッピングしちゃって。視聴覚室ね、視聴覚室これ結構大事だから。視聴覚室え、しかもだんだんになっちゃってるけど、視聴覚室そうそう、なんかまああの、なんていうの、理科室とかそういう風なやつ、ちょっとなんか特別な部屋みたいな。これでも一番シチュエーション的にはキュンキュンしちゃうかも。そうかな、ね、普段強気な宇佐美空がみたいな。この教室に誰か入ってこないか確認しながら。そうそうそう、あ、そういうこと。そう、誰か入ってきちゃうかもっていうドキドキ感もあるんだよね。うわ、入るとこの周りに見られないようにみたいな。じゃあそれでは入ってくれてありがとう。はい、じゃあさあちゃんのワンダイシミュレーションよーいスタート。誰だ、サビちゃんどうしたの？あ、あのさ、あ、ね、何してんの？え、あの手紙見てた？あ、アリサミからだったの？そうなんだけど、うん、まあ今日は何の日ですか？何の日って何か？今日。ね、何、何の日って何でしょうか？今日は。え、分かるでしょ。いや、ちょっとなんか分かんないけど、今日はバレンタインなのね。ああ、うん、バレンタイン。そうだから、あのだから、うん、空はこれいるよ。あんまもらえないでしょ、ほら、人生でさ、もらえるチョコレート、バレンタインの日にさ、うん、女の子からチョコレートもらえるなんてことないでしょ、うん、だから私はあげるの、しょうがないからね。これって何？これって何？本命？何が？本命？え、それとも友チョコなの？本命だよ。ちょっと待ってよ。逃げちゃった、逃げちゃった。この動画がいいと思った人は高評価、チャンネル登録。
コメント、友達への共有してね。また来週。また来週。めっちゃなんかシンプルすぎない？じゃあなんか付け足していって言う。なんか付け。ハートとかにして。やばい、花と同じ発想だった。